せよ。シュシュしてねー。はい。よいしょ。マシマシサブロー明大前店さんということで。マシマシサブロー。これサブローと読みますね。ということでサブロー企画第3弾ということでございますけども。勝手にやってるんですよね。まあそうですね。今回は京王線明大駅前の目の前でして。あもうね。そう前まではそうあのサブローって、うん、まああの店だったんだけど、いつの間にかこうマシマシが名前としてついてるんですね。こ、はあ、れはサブローだけだったんだけど、はあ、いつの間にかリニューアルしてる。あーメニューがあもういっぱいあるもんだからこれね、ラーメンからつけ麺から辛いのから、そうそうで丼物、まあ、マシ唐揚げマシ丼なんかもあり、はい、もう11月ですけどもあの冷やし中華もまだありました。いつでもニーズに対応してるという、どんなニーズに対応してる。で今日は油そばの大盛りを頼んでおります。うん、どんな感じなんでしょうか。こちらでーすねー。油そばさん、これ油そばなんですけども、全部マシマシにしてまして、生卵、チーズ、味付きのですね、これ揚げ玉なんです。これはもうサービス。入ってる。ピン。そして、油の上にね、ちょっともう胡椒乗ってるということでね。もしかしたら、僕が胡椒かけるの知ってるのかな。ね、そんなわけないね。そんなことはははって言ってたけど、ね、次のトッピングもいっぱいありますよ、ということで、豚からね、いきますが、あちょっとうまそうですんませんなんで恐縮しちゃってますけども、見た目よりもですねふわとろ感が特徴的なあ豚でございます。すいませんでも自分が豚って認めたってこと。いやいや違う違う、そんな謝りはしてないです。うまそうです、すいません、豚人間とかそういうことではございませんね。シャキッと高めでですね、キャベツ率が高いよというのが特徴的ね。野菜の甘みが強いので野菜だけでもまあいけますよと。ただまあマシマシサブローですけども、そこまでね強力なマシマシではないかなと。マシマシですけどね、そんなにマシマシではない。だからマシマシって言ってあのすんごいタワーみたいなのが来るというわけではないということでございますね、うん、あもう卓上開始いきましょう。しょっぱレベルはあ3、いやこれねうまみが強いかなと思ってもう一発いったんですけどやっぱしょっぱかった。なんであがんだよ。3.5です。なんであがんだよ。すいません、ちょっとねやっぱり 3.5 で、やっぱしょっぱかった。ちょっとしょっぱかったです。たくさん量の問題です。量の問題で、あのキャベツにねすっごいよく合うタレなんで、まあ早めにねちょっと投入してこの返しのこううまさをちょっと味わっていただきたいということで、野菜と一緒に。そうそうそう。まあそれにしてもですね、ちょっとキャベツマジで多くないですか？これちょっと見た目じゃあんまりわかんない、ね、あ、わかんないですか。もうもうほらほら、あまあでも確かに、まあ、札幌二郎がすごいキャベツ多かったんでね、うん、あの思い出したよっていう、まあ、匹敵されるぞ、思い出を。あ、そこで出ましたこの味付け揚げ玉。これね、マジでもうまあ食感とかもね、そうあのカリカリでね、もうとにかくカリカリな上にあの唐揚げのちょっとこう皮の部分をいっぱい集めたみたいなうまさなんですよ。あー、どんどんいく、もう単体でいくのいかんよ、なかなか。いやいや、これもね、あのマシかマシじゃないかも選べるんで、うん、いけんね。で、無料生卵をずちゃっと潰して、そこを天地返ししていく。忘れてた、油そばだったな。まあ、ね、これは混ぜるもんですからね。平均より若干麺が短い、若干ですよ、若干です。まあ、なのでちょっとこう何度も天地返ししておりますが、これね麺にねちょっと黒い粒がいっぱいあったんで、これスパイスが練り込まれてるんじゃないかと。はいはい、一口一口が重厚になるというややごわ麺ということで、ちょっと固めな麺でございますけども、まあ味付け揚げ玉とね絡めて食べちゃいますよね、そこはね。まあここがね、いやまあだからカリカリ麺というこれまでにない食感、新しいっすということですよ。カリカリ麺、カリカリ麺になるんです。だから揚げ玉とこの麺の、あ、店側がそう歌ってるんじゃなくて、あ、僕が言ってますこれは。なんかすごいその感情出してたから今、はい、まあ、全部あのオリジナルで言ってますから。あ、これすごい142個一発いった。これ同じ量2発いくということでね、いや来てるねこれね、なかなかの量を入れて、ここにですねこれ何これをこう入れていくね、返しニンニクだね。いやー、まあ、健康とかですごい概念はなかった。あ、そうだ、美味しさが重視ということで、そうですね、一旦、これをね、あ
すいません、ちょっとニンニクの影響でね、意味が分かんねえ、映像がちょっと、いやー、すいません、本当に楽しそうでよかったあまりに強力だったんでね、ちょっと映像乱れちゃいましたけども、あんま自分で作って自分で笑うんだよね、確かに電車の中で作りながら笑いながらやってたら、かなりがもうちょっとすごい、何この人みたいな、言われましたけど、あーもうそんなこと言ってないで、ほらチーズがもうとろけちゃってね、このチーズは無料で入ってますからね、そこにこんなものもございますね、うん、明太子ふりかけ、まあこれをねわーさっとかけて、あー結構いってるねこれね、改めて見るとね、まだこの豚粒いっぱいありますけど、まあ、本来はね丼物もあるんで、うん、まあ、そのご飯がちょっと余りがちかなという時にまあかけるんだろうけども、僕はこの麺にもいっちゃってもいいと、他のね、うん、他の料理にそう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 、塩気が非常に、まあ、美味しいよということで、まだ塩気足すいやいや、ここまでまだまだ出せないですよ、おっとね、えカロリービームということで、ああマヨネーズマヨネーズですか、あもうマヨって言ってますけどもそうだとマヨがあるのね、熟知しているのにこれ有料にしないというこの心遣いね、すごい優しい、うん、マシマシサブローさん、さらに最後に詰め替えたい袋胡椒ということですけど、まあ、ここまで来るとね、もうね、胡椒の味変なんてそんなにすごくないということで、まあそうだな、ね、明太子ふりかけ確かにちょっと最後がっかりしちゃったもんなあ、最後胡椒かいって思っちゃったですよね、ちょっと僕も順番間違えちゃったみたいな、序盤じゃなくて、もうね、最後今ラストはね、それとは一切関係なくリセットするためにこう押すパワーということで、すっきり、あ、完食です、ごっつぁさんでした。結構飲んだね、汁もまあまあ入ってるんですけど、ということで、マシマシサブローさん全部マシマシやっちゃいました。 88.46、 46です。いやー言っちゃいましたけど、目玉ね、まあ、目玉ね、メンデルっていうお店と、はいはい、あとはもみじや、はい、業務じゃないんですけど、実はどちらも配信してないということで、メイダメ初なんですよ、なぜか。あ、そうなんですか。なぜかね、うん、じゃああと2店舗出るって、まあまあまあ、もみじ屋さんちょっとお断りされてしまった。あ、そうだったんですね。そうなんですね。じゃあマシマシサブローさん、他にもね、調布ですとか、あと千川、厚木、上りとにもありますね。結構あるんですね。西、南西にお住まいの方はぜひ、南西にお住まい、あ、まあ静岡県から見たら来たんですけど、東京起点にしてね、まあ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 、ということでね、サブローさんの第3弾ってことで、次の動画もサブローです。あ、4連チャン、4連チャンです。マジ、さあどこが来るんでしょうか。すごいサブラウね、サブラウね、まあ、そういう言葉から来て、はいはい、そうですね、そっから侍って来たんですよね、おっおっはっというね、ありがとうございました、ごちそうさん。Thank you.